はい、ということで出ました iPhone 14シリーズ4機種でございますけども、で、速報にも使ったスライドに加筆したものなんで全部は読まないですけどね、スタンダードモデルとして iPhone 14 6.1インチと 14 プラス 6.7インチってことで、まあ、大型のプラスサイズっていうのがまあ登場したということで、まあ、画面が 21% 大きいでも 203g ってことで、まあ、軽くて画面が大きいの欲しい方にはとてもいいんじゃないかと思います。で、チップの方は iPhone 13 Pro と同じもの、そしてカメラが暗所撮影に強くなったそうです。で、あとは衝突事故の検出機能なんていうのが追加されてますね。ポートはライトニングのままとなっています。はい、そして14 Pro 2機種についても 6.1、6.7 インチとなっていますが、ダイナミックアイランドという切り欠き部のアクションがちょっと様々な情報を表示するみたいで、これ楽しみですね。またね、ディスプレイの輝度が最大2000ニットまで上がっているなんてのはすごいですね。でカメラはね、48メガピクセルの広角がついたということで、まあ、それにまつわるちょっとね、面白い新しい望遠機能なんていうのがありますね。で、ここから細かいところ見ていきます。外観デザインについては iPhone 14の外観は13を引き継ぐってことで、まあ、それにプラスサイズが加わったような感じですね。まあ、素材も近いものですね。そして、iPhone 14 Pro 2機種はフロントが大きく変わりまして、でフロントカメラ部が横長の楕円になって、そこにダイナミックアイランドという大きさ形状が可変のギミックを入れてきたというね、まあ、機能的かつ楽しそうなものになっていますよね。でボディ全体は13 Pro を引き継ぐものとなっています。まあ、ホームページね、こんなことになってますね。結構ね、面白いですね。でこのようにね、大きさとか形状とか表示される情報の量とかね、まあ、そのあたりがいろんなバリエーションになるみたいで、切り欠きを逆手に取ったね、面白いギミックなんですね。でカラーはスタンダードがパープル追加、淡い色になってますね。そしてプロモデルはディープパープルという色が追加になっています。でサイズについては 6.1 インチ14は13よりも厚みはちょっと変わったんですかね。重さはほとんど変わらないです。そして14プラスは新規となっています。まあ、そして14 Pro と13 Pro の違いっていうと、やっぱ厚みがちょこっとね、変わってる感じですね。他も寸法ちょこちょこっと変わってるので、まあ、新設計なんですね。でプラスサイズとプロマックスについてはサイズがちょこちょこっとね、違うんですね。そして重量の方がね、かなり 37g の差が出ていますね。はい、そしてディスプレイの方ですけども、今回の新機種はこんな感じになっています。まあ大きな違いはやはり切り欠き部分ですよね。まあそしてプロモデルのやはり屋外2000ニトっていうのはかなりね、びっくりな部分ですね。常時表示というのもプロならではの機能となっています。常時表示っていうのはこのように待機画面でこの壁紙なんかをね、グッと輝度を落としてくれて、で文字なんかはね、くっきりみたいなモードのようですね。で13と14の違いについてはほとんどないんですね。でプロの13との比較ですけど、解像度がね、ちょこっと上がってんですね。あとは PPI も少し上がったりしています。そして常時表示と、そして最大輝度が2項目上がっていますね。屋外2000ニットすごいですね。そして12とか SE と比べますと、これが輝度がかなり上がったということになっています。で 5G については、今回もミリ波はないみたいでね、サブ 6GHz とだけなっていまして、デュアル SIM、ナノ SIM と E SIM というのも変わっていないです。でアメリカはデュアル E SIM になっちゃってですね、物理 SIM サポートしないなんていう劇的なことやってましたけど、これは果たして快適なのかちょっとわかんないですね。はい、でプロセッサーについては A16 と15チップ搭載ですけども、このプロについては16チップ 4nm プロセスで160億個のトランジスタだそうですね。演算能力も上がっています。でこの14と14プラスについては13プロと同じ A15 バイオニックの GPU が多い方になっています。はい、そしてカメラについては、まず iPhone 14と14 Plus の方ですね。写真が暗所撮影の強化ということで、広角が新しい12メガピクセルになったそうなんですね。暗所で最大 2.5 倍性能アップ。そして光を 49% 多く取り込むそうですね。ナイトモードでも2倍明るいとか、でフォトニックエンジンというものでですね、まあ、なんか複数の露出のピクセルからベストを選択するってことで、全てのカメラで向上が見られているようですね。そして4機種共通のものとして、フロントカメラが F1.9 で暗所で 38% 向上で、オートフォーカスも搭載されたってことで、フェイスタイムなんかが高品質になるみたいですけどね。そしてビデオについては、アクションモードというジンバル不要の手ブレ補正、そしてシネマティックモードが
4K の 24fps、30fps に対応したようですね。また先ほどのフォトニックエンジンも共通の機能となっています。で、14 Pro の2機種についてはね、こんな感じでかなりね、細かいね、進化をしているわけですけども、で、中でもね、センサーが進化したってことで、この広角についてはクワッドピクセルの48メガピクセルということでですね、なんでも 65% 大きいセンサーが搭載されて、最大4倍の解像度になるそうなんですね。で、それを使って普通に 24mm 相当で撮ると48メガピクセル。で、48mm 相当という、まあ、2倍ズームで撮ると12メガピクセルになるってこと で、今回はですね、それもあって、広角に、まあ、2つの画角が用意されてるわけですよね。で、暗所が2倍向上したということで、望遠についても暗所が2倍向上ってことで、こちらはまあ3倍ズームのままですよね。そして超広角についても13ミリ相当暗所3倍向上でマクロも向上したそうです。で、まあやってることは iPad のフロントカメラの広角相当に近いんですけど、ただね、これ画素数がね、48メガピクセルの中から12メガピクセルを切ってますからね、12メガピクセルでこれをやっちゃったのとはちょっと違うという感じなんで、まあ使ってみないとわかんないですけど、ちょっと期待したいところですね。で、4機種のカメラの写真の比較ですけども、まあこのように48メガピクセルの広角があるないの違いがありますね。そしてあとは画角についてはね、望遠のあるなし。で、あとはね、センサーシフトの光学テーブル補正がプロの方は第2世代に入ったということでですね。で、あとはプロはフラッシュが改良されたりとか、あとはまあ Apple Pro Raw の撮影ですよね。まあこれについてはプロならではの機能となっています。マクロも同じですね。で、14と13の違いについては、やはりフォトニックエンジンというのが大きく違う点ですね。広角の F 値絞りも変わってるようですね。少し明るくなっています。で、プロ同士については、やはり48メガピクセルが14からの追加事項、そして2倍の望遠相当っていうのも追加ですよね。あとはセンサーシフトの光学テーブル補正が第2世代に入ったというところ、そしてトゥルートーンフラッシュにフォトニックエンジンといったところが13 Pro と違う点ですよね。そしてビデオ撮影については14、4機種でいうと、やはりプロモデル2つはプロレズの撮影ができるというのと、あとはですね、まあ望遠のあるなしなんていうのが大きいですよね。テーブル補正も第2世代となっているということですね。そして13と14の違いについては、シネマティックモードが 4K 対応しているのと、アクションモードというのがあるかないかの差になってきます。プロについても13 Pro との違いは、シネマティックモードの 4K とアクションモードになるかと思います。まあそしてフロントカメラについては揃って 1.9 の絞り値になったんでね、まあこのあたり変わっていますよね。プロならではの機能はプロローの撮影と、あとはプロレズビデオの撮影という風になってくるでしょうか。そして14と13の違いは 1.9 の絞りの値が違うのと、シネマティックモード 4K 対応とフォトニックエンジンというところになります。まあ、プロ同士の14と13の違いも同じ点ですね。シネマティックモード 4K とフォトニックエンジンという感じになります。で、12との比較になると、フォトグラフスタイルとかね、あとはシネマティックモード 4K とかフォトニックエンジンになってくるでしょうかね。まあ、SE と比べちゃうと7メガピクセルなんでね、SE は。まあ、そのあたりだいぶ変わってくるんじゃないかと思います。はい。で、まあ、その他については、例えばね、バッテリーの持ち時間とかなんですけどね、これ14同士で言うと、まあ、一番持つのが 14 Pro Max という感じになりますけども、で、14と13はサイズラインナップが同じじゃないので、14と13比べると、まあ、ビデオ再生で1時間ぐらいの伸びになっていますかね。で、プロ同士も同じく1時間伸びたような感じですね。あとは今回緊急時の SOS っていうのも一つのポイントとしてあるみたいで、車などの衝突事故の検出っていうのもね、まあ Apple が使わないでほしい機能として出しているというね、感じですよね。米国では衛星通信を使った SOS なんかも対応するみたいですけどね、日本はちょっとね、記載がなかったですね。はい。で、価格についてですけどね、こちら、継続品含めてラインナップを並べてみましたけども、まあ、今回ね、10万円以上のものしかないという感じにはなっていますけども、ただ、iPhone 14と13の同サイズで比べますと、この右の旧価格っていうのが、まあ、今回ね、iPhone 13値下げしていますけど、7月の値上げの時は11万7800円でしたから、14の 128GB っていうのは2000円アップしただけにとどまってるんですよね。
まあ、そして14プラスはもう初めてのねサイズですから、まあこのようなお値段ですけども、でプロについては5000円の値上げにとどまったということで、まあもちろんね、6月までの価格と比べるとかなり違うんですけどね、まあアップルとしてはまあ為替についてはもうね不可抗力の部分ありますからね、まあそのあたりは致し方ないのかなと、まあ思ったほど爆発的に高くなってはないという印象を私は受けました。で今回13ミニと13と12が、この7月の価格に比べるとね値下げをした形で継続品となっています。12ミニは廃盤になったようですね。であとアクセサリーについては4機種用がそれぞれのサイズで、同価格で出ていますね。ただ iPhone 13と14の互換は記載がないので使えない可能性が高いですね。まあケースは樹脂系が7580円、レザーが9380円と結構上がったなという印象ですかね。で予約の方はね、明日9月9日午後9時からなんですけども、 iPhone 14 Plus だけが、発売日が10月7日となっているのでご注意くださいませ。はい、ということで、まあ個人的にはね iPhone 14 Plus っていうのがとても分かりやすい機種で、重さもね 203g としてなかなか検討していますからね、結構扱いやすい 6.7 インチになるのかななんて思いましたけどね。まあ、そしてプロモデルについてはまあカメラの進化というところとフロントフェイスの進化ってことで、まあ個人的にはねフロントフェイスはなかなかねその切り欠きを逆手に取った面白いギミックを持ってきたなってところでね、これはもうぜひね使ってみたいというね感じなんですけども、カメラについてもまあセンサーのね画素数を変えてきたというところと、まあそれにまつわる広角レンズでの望遠化みたいなのもね面白い話ですよね。まあそんなんでね、私は14 Pro が欲しいかなっていうのと、まあ家族が14 Plus なのか14なのかちょっとね、聞いてみないとわかんないですけどね。まあカメラについては全体的に暗所に強くなるってことで、まあそのあたりはね、期待したいところでございます。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方は、いいね。そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。